え、あそこ？おー、で、人間まぐれ多分、わ3人ぐらいぐらい結構並んでますよ。30人ぐらい30人ぐらいかな。え、ちょっとなんか先頭になんかいません？先頭になんかシャアが、うわシャアがいる、やばすげえ。おはよう、おはようございます。遅刻。すいませんすいません、ちょっと今から買いに行くんでよろしく、よろしくお願いします。はい、かな、もうすぐかな、入ってくるところとかそう、こっち出てんの、そう、もう間に貼ってもらってるんですよ、うん、音声、なんかでも、あ、ちょっと行きましたよ、ようやく念願の数どれん、買うもん、買うもんちゃんと覚えとる、大丈夫です。何買うの？パンフレットが、2枚、はいはい、ブルーレイが限定版で3枚、はい、あとマスクを2種類を2セット、はい、以上です。お金ちゃんと持った？大丈夫です。はい、はいはい、急げ急げ、もう一番や。おい、これ二つあんぞ。二つあんぞ。よしよし。あれ五回ちゃうの？あれ？六。六。知らんだ。使いましたね。いやでもこれぐらいの人数でよかったの。ね。もうズラーってなっとるかと思った。本当ですよ。みんな礼儀正しかったし。ガンダムはすごいですね。順番で。順番で。順番で。すみません。すみません。すみません。あれ。どうさっき買ってこ。こちらブルーレイです。はい。こちら、パンフレットです。パンフレットの、はい、でマスクが一応まだ別のとこにあったんでマスクまた買いに行きます。は？なんで？マスクは別途買います。何が？マスクは別途また。何で買うの？別。別になるんで。まあ、じゃあお疲れ様。はい。はい。ということでね。今日先行のハサウェイをね、みんなに見てもらったわけだけども、見てもらってこの率直な感想っていうのはちょっと聞いてみたいかなと思うわけです。はい。まずはじゃあ。順番におっかない見てどう思った？すごい絵が綺麗でした。でもお話はちょっとあんまり分からなかったので、前作からちゃんと見てみたいなって思いました。そうです、まず逆視の視野を押さえておかないとちょっと分かりづらいところがいっぱいあったかなっていうのはね、あれ、もうなんなら一番最初の段なんかだから、ね、順番に見てほしいところではね、あるけど。その上で繋がってるお話なんで、ね、
をより楽しめると見れば、はい、なんか自然的動物的描写が強いというか水がすごい綺麗です、うん、海の水とか、うん、ジンジャーエールジンジャーエールが尋常じゃなく美味しかったペネロペが、うん、鳥のさえずりみたいな音する鳥、うん、そう鳥のさえずりっていうんですかねイルカのエコーロケーションみたいな感じというか怪獣っぽい感じ怪獣っぽい感じ、うん、あれかっこよかったですねあとはハサベが、うん、大人になってるんですけど遺伝ですかねただ見る好みはお父さんとだいぶ違いますねうんまあそこは結局クエストに引きずってるところはあるんでねやっぱり初めて惚れた女は忘れられないとトラウマにもなってるしはいはいで僕はね、ギギ・アンダルシアさん、ねはい、ギギ・アンダルシアさんまだガンダム勉強中でわからないところだらけだったんでちょっととりあえず全部見てもう一回見てみたいなって思いましたあとはギギアンダルシアがちょっとかわいすぎるなって思いましたまあねギギもまだまだこれから活躍の場がどんどん出てくるんでねしっかりと参考にするべきものもね、あったりなかったりだと思うけど、うん、頑張って元気になっていこう。